ジョシュラエス・イブン・ティーンは最終的に沈黙を守り、ここ数日間に関係したデートの噂について沈黙を続けることを選択した。その結果、S ・イブン・ティーンのジョシュアを襲った噂はさらに大きく複雑になり、ほとんど制御不能になり、あらゆる場所に広まりました。 S ・イブン・ティーンのジョシュアはこの噂を肯定も否定もしなかったが、これまで彼を応援してきた忠実なファンの心を傷つけたと言われている。アイドルの沈黙の影響により、ネチズンの間では様々な憶測、疑惑が浮上し続けている。最近、ジョシュアをさらに傷つける新たな噂がツイッター上で浮上した。ことの発端は、あるネチズンが数枚のスクリーンショットをアップロードし、ジョシュアがガールフレンドの家でライブを開催したと主張したことだった。問題のライブは、ジョシュアが2年前、正確には2021年8月26日にウェバースで実施したライブ配信。ネチズンは、ジョシュアが放送中に使用した設定がガールフレンドの家に似ていると指摘した。このネチズンもまた、ジョシュアの調査結果に関していくつかの質問を書きました。これは本当ですか？彼はガールフレンドの家で自主隔離中にメバースライブを主催し、コンテンツを撮影しましたか？それは彼が旅行している時ですか？ジョシュア、あなたがどれだけ彼の家を大切にしているかを示すためにライブ放送をオンにしましたか？キロバイト IZOM が報じたように彼はこう書いた。一方で、この発見の出現は、ジョシュアが長期間にわたって行っていた同棲、婚姻関係を持たずに一つの家に住むことの疑いを強めるものでもある。彼らの中にはジョシュアを批判し続ける人もいたが、多くの人は男性アイドルの経歴とガールフレンドの噂の家との間にいる一点が見つからないと述べた。一方、 S ・イブン・ティーンのジョシュアはモデルのチョ・ミヨンとネチズンからラブスタグラム、伊達でなくお揃いアイテム疑惑が指摘され、熱愛説に巻き込まれた。また、 S ・イブン・ティーンが最近のコンサートソウルに続いての最前列には、ミヨンに似た服装と容姿をした女性の姿が目撃された。